アッシュレディオ。はい、始まりました。さあ、今朝も今朝始まってしまいました。今朝も始まってしまいました。始まってしまいました。始まってしまいました。いや、ありがたいです、本当に。さあさあさあ、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、まあちょっと前回同様、ちょっとまた保険に関するちょっと質問が来てるんですけど。もういいですよ、保険は。いつまで保険売ってるんですか。行きましょう。ちょっとじゃあ、この質問パスじゃ。いや、いいですよ。じゃあ、いいですか。アッシュレディオがついに300回を超えそうですがっていう、ちょっと前にいただいた質問なんですけど、当たり前ではないと感謝しつつ毎日聞かせていただいてます。今回の質問ですが、第298回で人材不動産生命保険業界は社会課題を解決しないというご意見が刺さりました。その中でマシャンさんのご経験の生命保険業界に関しましては、社会課題を解決できないとはどの文脈でのご意見でしょうか。銀行マン、銀行マン、金融、あ、ごめんなさい、営業マン、銀行窓口、ネットなどで一番多い入り口は営業マンですが、生命保険の商品を販売するだけの人はいらなくなると思います。日本とアメリカの生命保険業界を比較したときに、アメリカは一家に一人のライフプランナーがいて、医者や弁護士とともに並ぶ専門的な職業と聞いたことがあります。時代背景や金融教育の差もあると思いますが、日本では生命保険の意義が知られてないと感じます。すると日本での生命保険業界の意義や使命感というのは、もはや生命保険の商品を販売するより、より若い人と1秒でも早くお金について考える文化づくりとも言えるのではないかと思います。アシナさんから見た生命保険業界の意義、またこの業界がどうすれば社会課題を解決できると言えるか、ご意見伺いたいです。よろしくお願いします、という社会課題を解決意外とですね、うん、いい質問ですね。まずですね、うん、アメリカでは一家に一台生命ライフプランナーがいる、まあ嘘です。一家に一人ライフプランナー、いやだって弁護士と税理士のようにって言うじゃないですか、うんうん、と同じレベル。いやいや、日本の家庭に税理士ついてる家庭あります？ない、ほぼないですよ、うん、自分の家庭に吉岡さんの家のお抱えの弁護士さんいます？いない。まずないんですよ、もう超富裕層だったらありますよ、うん、っていう話です、それって。それはもうアメリカのもうトップ 1% 2% の世帯のことを、いやアメリカではっていうのはもうそもそももう単位が違う。なるほどね。パーセンテージとキログラムで比べてるぐらいもう話が違います。そういうことにまず惑わされちゃいけないっていうのが、うんうんうん、まず一つ一つですね、うんうん、でですね、うん、まあ、彼が一番気になってるその生命保険の意義、うんうん、これは 100% 死亡保障です。要はどういうことかっていうと、うん、生命保険がなぜ大事か、なぜ大切か、なぜ素晴らしいかっていうのは、死亡保障っていう考え方が一番素晴らしいんですよ。これ全世界の生命保険屋さん聞いた方がいいです。全世界の、ください。全世界の生命保険屋がちゃんとこれ分かってるのかっていうのは、僕は恋を小にしていいです。小になっちゃった。なるほど。どういうことかっていうとですね、うん、まあ、吉岡さんが死ぬわけですよ、うん、で別に死んでもいいわけですよ、うんうんうん、で、まあ、死んだら、まあ、一番一般的な話は、うん、まあ、お墓どうすんのとか、うんうん、お葬式どうすんのとか、うんうん、お父さんの給料当てにしてたんだけどこれどうすんのって話なわけですよ、うんうんうん、で、ね、ぶっちゃけ生命保険なんか入んなかったらいいんですよ、うんうん、入んなかったって吉岡さんがもう莫大な資産があって、うん、もう10億キャッシュで持ってるんでって言うなったらもう家族は安泰なわけですよ。はい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 、そうだね。ただ、うん、一般的にはそういう家庭はないわけですよ、うんうん、よっぽど富裕層でなければ、うん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 、で、一般家庭の、まあ、人が死んだ、別にそれ独身の方もそうですよ、うんうんうん、吉岡さん独身であっても結婚してたとしても、うんうん、お子さんがいたとしても、うんうん、まあ、何らかお金かかるわけですよ、うん、で、吉岡さんが死んだ時に、まあ、手続きとか、うん、お金とかって誰が払うか知ってます？親、うん、もしそうなんです。もしくは、まあ、奥さんとか。そうなんです、うん、これ何が一番大事なポイントか、皆さんここ出ますよ。何が一番その死んだ時に大事かっていうのは、うん、自分の関係ない人がやるんじゃなくて、うん、自分と一番血縁の近い人が全てフォローするんですよ、うんうんうん、お金も手続きも全部そうです、うん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 、一番自分が一番近い人が払う、うん、一番近い人が大変になる、うん、っていうのがイベントなわけです、うん、死ぬっていうイベントなんですよ、うん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 、っていうのを事前になるべく迷惑かかんないように準備しときますか、な自分で、もしくはもう、うん、うちの親父おふくろとうちの嫁なんかもうどうでもいいよってしますかっていう、うん、あなたは生きてる今決めれるんですけどどうしますかってだけの話です。
はい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 、これが生命保険の本質です。うんうんうん、一番大切な人に迷惑がかからない選択を生きてるうちにするのかしないのかっていうことを決めましょうという話です。でも貯蓄とか運用とかもどうでもいいですよ。はい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 、そんな証券会社もしくは自分で株 FX される方がリスクを取ればもちろん一番儲かるんで、うん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 、あっていう本質に、本質に対して一番いいサービスをしてるのがライフエンドセブンです。皆さんこのイメージないですよね。うんうん、ないね。要はこのただライフネット生命はちょっと時代の温度感を見誤っただけです。うん、あれもうちょっと時代が進んでたらばライフネット生命がもうダントツになります。ああ、ちょっと早すぎた。はい、どういうことかっていうと、そう、生命保険の意義、まさにこの質問者がしてる、うん、生命保険の意義っていうのを一般の方が知らない状態で、うん、ライフネットのサイトも、よくわかんないですよ。うん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 、保険屋さんから入った方がいいみたいになっちゃうよね。そうそうそう、人からでも保険屋さんは稼ぎたいんで、貯蓄性の商品に入れてくるわけですよ。うんうん、そういうことか。じゃなくて、吉岡さんが死んだ時に、うん、奥さんもしくは親御さんがめんどくさいお金の手続き、うん、もしくはめんどくさいお金、もしくはお金を払わなきゃいけないっていうことで苦労しないために、うん、その生命保険っていう制度を使って、うん、バコンって高くのお金を作るわけです。これは月1万円ぐらいです。掛け捨てだ。掛け捨てです。あ、それが一番素晴らしい生命保険は。でも残念ながら多くの保険屋さんは自分の金が欲しいから、うん、そ、貯蓄性商品にするんですよ。うん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 、で、ここだけの話をするとですね、うん、1億円の運用とするじゃないですか。うん、1億円運用するっていうと、1億円で証券会社に発注、うん、僕がじゃあ証券マンとするじゃないですか。うんうんうん、で吉岡さんが資産家で1億円の運用を明日に任せますって言ったら、うん、僕の手数料 1% なんですよ。100万。100万です。うん、ただこれ生命保険で、例えば1億円を、うん、じゃあ10年に分割して1000万を10年でやりましょうっていうと、うん、僕の、手数料は約1000万ぐらいになります。うん、つまり生命保険で運用してもらうと、もちろん手数料は10倍になるんですよ。うんうんうん、じゃあ証券売りますか、生命保険売りますかって言ったら、みんな生命保険選ぶじゃないですか。うん、だからいつまでたっても時代が変わらないんですよ。うん、つまりユーザーにとってどちらがいいかじゃなくて、そのお金稼ぐ人にとってどっちがいいかが、証券よりも保険の方が儲かるんで、みんな保険売るんですよ。うーん。ああ、はい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 。お客さんはそんな知らないもんね。ただ保険はリスクないんで。だからそのポートフォリオの一つとして、その1億ある運用を最初保険で1000万から入れていくっていうのは、まあ、考え方としては全然ありですよ。でも営業マンはその話で言うと、貯蓄性の保険を売りたいっていう話だったじゃないですか。うん、でもお客さんからしても、なんかその掛け捨てって損みたいなイメージがあるから、うん、貯蓄性、貯蓄、死んでもお金入ってくるし、死ななくてもお金増えて持ってくるんだと、そっちの方がいいじゃんってなるんじゃないって思ったんですけど、どうですかそこ。なりますね。だからそれが難しくて、うん、みんな貯蓄性で、中途半端な貯蓄性、いや、貯蓄性、貯蓄機能半分、掛け捨て半分、掛け捨て機能半分で一応貯蓄性ですって言って売っちゃうんですよ。悪くないんですよ、うんうん、悪くないんだけど、要は悪くないんだけど、もう貯蓄と掛け捨ては、要は投資と保険は分けた方がいいです。はい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 、なんかこうスポーツ用のスーツあるじゃないですか。うんうん、いや、スポーツ用の服を着ろよっていう。スーツはスーツとか絶対いいから。あるある、ウォッシャブルスーツある。いやいや、シワがつかないみたいな。そうそうそう、洗濯機だ。スーツ半分、トレーニングウェア半分みたいなことじゃなくて、あ、それはちゃんと分けた方がいいんですよ。確かに。でもなんかスポーツができるスーツですっていうと、なんか伸びそうだし、そうなんか売れそうな気がするじゃないですか。消費者もお得感がなんかある。そう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 、それを
いや、ちゃんと生命保険は生命保険で入った方がいい、うん、って言える保険屋が素晴らしいわけです。だからもう生命保険屋さんっていうことがもし優秀なんだとしたら、うんうん、営業マンが、うん、もし営業マンが本当に優秀なんであれば、うん、生命保険屋さんだけで完結できないです。うん、だから僕は生命保険も扱いますし、証券というかまあ株も扱いますし、うん、国債の運用の窓口もありますよっていう、うん、要は多分金融代理店ですよ、ね、っていうのをちゃんとやった方がいいと思いますね。うん、これはだから、いわゆる資産が、まあ、数億数十億を超えてくると、うん、プライベートバンカーってなるんですよ。資産数十億以上の人しか、まあ、少なくても2億ぐらいだと思うんですけど、うん、しか相手にしないっていうプライベートバンカーっていう銀行員があるんですよ。でプライベートバンカーっていうのは、あ、じゃあ 10% 生命保険にして、で 30% この株にしてっていうことをこうやるわけですよね。その人は フリーっていうか独立してる人ってこと？大手証券会社にもいるし、あ、大手の銀行にもいるんですか？銀行にいるかな。あ、大手のまあ証券会社とか、はい、あ、大手の証券会社とか、まあ、個人でやってる人もいますけど、アドバイザーみたいな、アドバイザーというか、まあ、そのポートフォリオを組んでくれる人。あ、で吉岡さんがじゃあ10億持ってるんだら、うんうん、じゃあ10億回してくれれば、こういう計画で、来年には11億で、その次には13億、その次には18億にしますよ。その代わり僕も増えた分の 20% もらいますよ。っていう仕事の仕上げなわけです。あ、すごっ。ただやっぱりそれを、うん、本当に限られた人なんで、うん、それをこう一般化、うん、一般の人たちにも同じようにコンサルティングをしていくっていうのはやっぱ、うん、割に合わないですよね。じゃあ吉岡さんの 全財産が100万円だとして、うん、100万円をいろいろこう分けてやったとしても、うんうん、僕の手数料は多分1000円とかにもしかならないんで、やばいっすね。それ1000円もらってそんな最高のアドバイスしたいっていう人はなかなかいないですよね。いないね。あ、ただそうなってくると何が生まれるかっていうと、必ず金融格差、貧富の差が生まれるわけですよ。うん、だから金持ちは絶対儲かり続けるし、貧乏人っていうのはその本当に賢い人が助けてくれないんですよ。本当に賢い人が助けてくれない。本当に賢いんだったら貧乏人を相手するよりも金持ちを助けてあげる方がリターンがでかいじゃないですか。そうだね。はい、プロボノでもやらなければ。ああそうだね。無料でね。無料で、ああ、みたいになってるんで、ちゃんと世の中がどうなってるのか、金融とは何か、生命保険っていうことだけではもうくくれないっていう時代になってますよっていう、うーん、そんなお話でした。ありがとうございました。ありがとうございます。